ちょっと話を変えて、その日中 の, その文化の違いについてちょっと話したいんですけど、うん、やっぱ報道、その日本の報道で見る中国と、はい、実際に来た中国って全然違うじゃないですか、はいはい、全然違う、全然違う、本当にあのこれ今中国のなんか番組にいるから、うん、いい顔したいとかじゃなくて、うんうん、こう本当にこれ言いたいけど、僕の友達とかも、うん、最初に中国で行くって言ったら、うん、気をつけなよって言われるけど、うん、全然なんか普通だし、なんなら、うん、普通だし、全然なんかイメージしてるものとちょっと違うと思う、うん、お店の人が。僕はまず QR コードの生活が羨ましい。あの自動販売機ああそうやばい。全部 QR コードが楽、うんうん、いるからピッって終わりだし、はい、あとは声が大きいですよね、うん、はい、はい、なんか一回その自分 の, なんかその案内の人、うん、ガイドさんにあの人たちは怒ってるんですかって言ったら あれは今ちょっと喧嘩してるって言って、で次こっち行ったらあの人たちもじゃあ怒ってるってことですか、あの人たちは楽しんでるってどっちか分からない、うん、声が結構みんなおしゃべりだから、うん、うん、僕あんまりそんなしゃべんない、うん、慣れたらすごいしゃべる、うん、だけど、うん、いっぱいこうグイグイ来るから、ね、僕はそっちの方が好きだから、はい、なんか楽しい、うん、はい、中国の面白いところを伝えてほしいなと思います。面白いところ、面白いこととか面白い人なら一回見たことあります、うん、なんか僕ここやってサンタが僕だとして、うん、なんかこうやって僕普通に携帯ソファーで座ってたんですよ、うん、そしたら当時のおばちゃんがこうやってきて、うん、で何も言わずにこうやって掃除されたその時はえっと思ったけど僕もえっってあの空港で、うん、QR コードとかいろいろいるじゃないですか、うん、で日本人だから操作の仕方が分かんなくて、うん、分かりませんって聞いたら、多分日本だったらなんかこのこう教えてくれるけどやってはくれないじゃないですか、うん、こっちの人は、うん、あ、だったらやってあげるみたいな、うん、ボン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 ってやってくれるし、うん、なんかそこ多分日本はないから、ね、うん、なんか親切、そう、し、うん、親切だし、だからどっちもいい、どっちもいい、うん、あ、でもすっごい無口なウェイターもいました、中国で、うん、なんか僕、お水欲しいですって言ったら今ままどっか行ったそうだ、ね、日本にもいるよ、でも日本もいるけど、うん、多分だから、海外に一回も出たことない人って、うんうん、その国の人のこと全然違うと思うじゃないですか、うん、全然違う生き物というか、うん、アメリカ人はこういう人だ、うん、中国人はこういう人はこういう人だって思ってるかもしれないけど、人間は人間だから、うん、なんか一人一人個性があって、うん、多分中国にそういう人もいるけど日本にもそういう人はいるし、うん、なんかそんなに国籍あんまり関係ないような気はするんですけどね、うん、だってこの人も純日本人だし、純日本人です、この人もね純日本人っぽくないけど全然ない